どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、ウクレレ始めませんか？2019年の今、夏休み突入ですよ。キッズと一緒にパパとママも一緒にやったりなんかして、おじいちゃんもおばあちゃんもみんなでやりましょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで、どんどんウクレレ弾けるようになります。夏の休みの間にマスターして、学校で弾いちゃったら、これはね、モテるよ。はい。で、いろんな曲、キッズ向けの曲、簡単な曲とかもいろいろ、まあ、すごくいっぱい曲やってるんですけど、つい先日、私のブログ記事に、夏休み、キッズたち、お母さん、お父さん、ウクレレ始めようっていう記事を開けました。その中に、わかりやすく、こう、キッズに向けた、もうね、あれです、曲によっては、もう5歳とか6歳とか4歳ぐらいでも弾ける曲あるかもしれませんよ。ここのリンク先行ってください。夏休みだもん。せっかく時間あるんだもん。このウクレレを使って音楽にチャレンジしましょう。これをおすすめいたします。はい。で、もし楽しくなったらこのウクレレ、ガズレレウクレレチャンネルでいろんな曲どんどんやってもらって、そしてね、イベントにも来てくださいよ。いろんなイベントやってます。こんな回ってます。はい。これずら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 回ってるでしょ。はい。日本中駆けずり回ってますよ。あと本もいっぱい出してます。一番参考になるとこういう本、リットミュージックとかこういう本出してますと。あと、キッズのみんな、嬉しいお知らせ。まあ、キッズ、今度、キッズ用の T シャツも販売することになりましたんで、これね。この辺もね、可愛いですよ。小学校1年生ぐらいの子が来てぴったりなサイズっていう風に、一応イメージしておくといいと思うんですけど。詳しくホームページ内のグッズのところに載ってます。ガズレレ .com。このホームページ見るともうあらゆること全部載ってますんで、ぜひチェックしておいてください。ここにリンク貼っておきますね。さあ、今年の2019年の夏は、YouTube で、どんどんウクレレで音楽やっちゃおう！楽しみな夏。もう一生忘れられない夏休みにしようじゃないか、皆さん。で、パパもママもおじいちゃんもおばあちゃんも一緒にやるといいと思います。同じ目的を持って、みんなでこう、同じものに進んでいくっていう、なんか上から下にこう教えるんじゃなくて、一緒に、子供とお母さんとお父さんも一緒に何か向かっていく、こう、一緒に進むライバルみたいになる関係が素晴らしいと思います。ぜひ、ガズレレ YouTube チャンネルを見ていただいて、ウクレレ始めましょう！よろしくお願いします。今回は、そういうお知らせ動画でした。夏だからね、ウクレレ似合うから。はい。楽しみましょう。さよなら、ありがとうございます。